この動画では小林正観さんの本をもとに考察をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。皆さんは松下幸之助さんをご存知でしょうか。松下電器産業、現パナソニックを一代で築き上げ、経営の神様とも呼ばれています。他にも倫理教育の出版社として知られる PHP 研究所を設立したり、三重県にある神社椿大神社の境内には松下幸之助社が祀られています。そのようなすごい経歴をお持ちの松下さんですが、松下電器の入社面接を自ら担当していた時代があります。では松下さんは一体どのような人物を合格させていたのでしょうか。松下幸之助さんの面接。松下さんは面接に来た人に次のように質問しました。あなたは今までの人生を振り返ってついていましたか、ついていませんでしたか、ラッキーでしたか、アンラッキーでしたか。このように質問されたようです。皆さんならこの質問にどう答えますか。謙虚の方が良いと考えて、ついてなかったと答える人もいるでしょう。では実際に採用された人はどう答えた人なのか。その答えが次です。採用されたのは〇〇と答えた人。自分の人生は苦労が多かった、不運だったと答えた人は一切採用されませんでした。反対にラッキーでした、ずっと恵まれていましたと答えた人ばかりを採用したそうです。これについて正観さんの見解が次です。正観さんの見解。苦労を経験した人の方が実社会で役に立つかと思うでしょう。しかしついていたと言える人は感謝をしてきた人なのです。現在の自分があるのは自分の力だけではない、周りの人の支援や運のおかげなどいろいろなもので成り立ってきたと考えられる人なのです。そのような感謝の気持ちが根底にあるからこそ、私の人生はついていたという言葉が出るようです。さらに感謝の気持ちを持っている人は宇宙法則により未来もついている人になります。そんなついている人を採用していくと、類は友を呼ぶの言葉通り、ついている人たちの周りにはついている人がたくさん集まってくるようです。ついている人がどんどん集まればものすごいパワーが生まれるようです。どうやらそのことを経営の神様松下幸之助さんは知っていたのではないでしょうか。現に松下電器産業は現在でも続くパナソニック社として大発展したことは事実です。いかがでしょうか。ついてる、ありがとう、幸せという言葉を言っている人はまたそれを言いたくなるような現象が降り注ぎ、そのような人たちが集まってくる。反対に不平不満、愚痴、文句を言っている人はまたそれを言いたくなるような現象が降り注ぎ、そのような人たちが集まってくる。当然神様、宇宙の応援を受けられるのは前者です。ぜひこの宇宙法則を活用してみてくださいね。この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい。楽しい、大好き、幸せ、ついてる、愛してる、ありがとう。